ベジタブルバナナの本年の1枚目の新用がこれですね。それから2枚目がこうなっています。そして3枚目は比較的うまく収まって、まあ加水していい具合に広がっていますね。4枚目はこの手前ので、これは こうなって、サンルームの屋根と、それから家とサンルームの仕切りのところギリギリですね。次に出たのが向こう側にこうだいぶ裂けて加水してしまっている葉っぱですね。まあこれもまあ自分の状況をわきまえてこれぐらい下がってくれているんだとは思うんですが、そしてこの5枚目の加水した葉っぱから6枚目の新葉である巻葉がちょっと覗いていて、これは3日ほど前に覗いてきたんですが、それでもうサンルームの屋根のポリカーボネートにあと1センチぐらいで接するような状況になっていますね。まあ梅雨の時期にこう、これは隣の小さかったメリクローンから育ったドワーフオリノコの巻葉、それから隣は銀バナナの巻葉で、まあこれらはまだ喜びの新葉と言ってもいいんですが、梅雨の季節にまだまだ新葉が出るかもしれないという時に、この最初から天井に突っかえそうな巻葉というのは、まあちょっと喜びの信用というよりも憂鬱になってきますね。まあこの加水した本年5枚目の信用までは、まあなんとかできるだろうと思っていたんですが、この最初から天井に突っかえそうな巻葉を見ていると、これはどうしたらいいものかと悩んでしまいますね。まあ突っかえてどう折れ曲がるのかを見てから判断して対処しようと思っていますね。まあ沖縄県の本部町でベジタブルバナナをたくさん露地栽培していた時には、
こういうトラブルはもちろんなかったわけですが、和歌山県では霜が多くきつい霜ですので、この時期にこれぐらい、まあ針葉が5枚プラス巻葉の6枚ぐらい展開する状況に持ってくるためには、単に露地植えしただけではうまくいかないわけですね。かといってこのように高さのあまりないサンルームみたいなところに地植えしてしまいますと、このようなつっかえ、針葉のつっかえの問題が出てくるわけですね。まあこれから考えていって、どうやって開花結実まで持っていったらいいのかという問題を解決していかないといけないですね。まあせっかくここまで成長してくれて、ベジタブルバナナ自体もなんとかしようと思っているでしょうから、栽培者の方もなんとかしてあげなきゃとは思いますね。